いかがでしたでしょうか。今回はビオラに福田美智子さん、チェロに山田健二さんをお迎えして、ドビュッシーの小組曲より小舟にてをお届けいたしました。演奏者の裏側トークは概要欄に貼ってある長野県元気づくりチャンネル、ワンストリングカルテットジャパンの YouTube チャンネルと、バイオリンはじめチャンネルの Instagram にて公開ですので、ぜひ遊びに来てください。今回のこの小組曲はもともとは弦楽四重奏の曲ではなくて、オリジナルは1曲目が今回の小舟にて、2行列、3ミヌエット、4バレエ、4曲構成のピアノ曲、オーケストラ編成にも編曲されています。全曲を通して聴くと、まるで美術館で印象派絵画を順番に見ているような気持ちになります。概要欄にオーケストラ演奏とピアノ演奏のリンクを貼っているので、ぜひご覧になってみてください。ドビュッシーは1862年8月22日生まれのフランス人作曲家、陶器屋を営む父と裁縫屋さんの母の間に爆誕。ちなみにこの父さんの陶器屋はドビュッシーが2歳の時に潰れてしまっています。小さい頃から音楽の才能はピカイチ。10歳で音楽学校へ入学し、ピアノや作曲、ソルフェージュなど様々な教育を受け、作曲家としても有名なあのセザール・フランクにオルガンを師事しました。気難しくてコミュ障気味、問題行動のオンパレードで音楽学校でも問題児扱いされていたドビュッシー、18歳から人妻ばかりに手を出し、音楽同様恋愛経験も積んでいきます。その結婚も独特で、俺と一緒になってくれないなら自殺してやると言って口説き落としたリリーという女性と結婚。そんなに脅して結婚したにもかかわらず、数年後にはなんかこいつ音楽のセンスもないしバカなんだよなと次第にイラつき始め、結婚5年目にして銀行家の人妻エンマ・バルダックと不倫、同棲、また人妻。それが本妻リリーの知るところとなり、リリーは拳銃離脱、未遂とはなったものの、それをきっかけに2人は離婚。そしてドビュッシーはちゃっかりエンマと結婚します。ヒロドラかよ。ヒロドラでもこんなベタな展開ないわ。もちろん彼は女性関係以上にクラシック音楽の歴史には欠かせない数々の名曲を残しています。フルートのソロが有名、牧神の覚えの前奏曲、月の光を含めたベルガマスク組曲、禁断のラブストーリーオペラ、ペレアスとメリザンド。ちなみにこれも人妻との不倫ストーリーです。もう今日何回人妻って言った。彼は20世紀最も影響力のあった作曲家と言っても過言ではなく、あのボレロを作曲したラヴェルもドビュッシーの作風からかなり影響を受けていますし、ジャズやポップスでも彼の影響を色濃く残す作品がたくさんあります。ぜひドビュッシーの作品をいろいろ聞いてみてください。ハマること間違いなしです。本日も最後まで見てくださりありがとうございます。バイオリンはじめチャンネルではクラシック音楽にとどまらない様々な曲やバイオリンを身近に感じてもらえるような楽しい動画をたくさん上げていきますので、ぜひチャンネル登録や高評価をお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。おまけ。じゃあちょっと共有します。そうでした。じゃあ順番にちょっと自己紹介をしていただこうと思います。ビオラの福田美智子です。今回チェロを弾かせていただいた、山田健二です。まあ、今回弦カルバージョン、まあね、編曲されたものだから別に普通の弦曲とは全く違うんだけど、難しいポイントはどこだった？いや全部かないやビオラめっちゃむずそうでしたよね、あれ。なんかもうこういう、もうひたすらドドロドロドロとかいやー、そんな確かオケだとハープがやってる、あーなんかビオラでまあそのままくっくりそのまま表現できるわけではないから。そうだよね、普通のオケ版よりはいっぱい弾いた感はありますね。テロさん忙しかったですか？いや、すいません、お暇を暇で。いやでもね、やっぱドビュッシーとかって連続行動が多いから、それでね、チェロがほとんどそれを一人でやらなきゃいけなくて、うん、意外とね、うん、苦労したかも。ケンちゃんはドビュッシーが好きですか？はい、マニアです。はい、知ってます。有名なんですね。存じ上げずすいません、はい、ラベルとドビュッシーを任せてください。この話を目指すときっと明日になるから、もう次の話題に行きます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。またね。